皆さん、バブルネイルはやってますか？今回はバブルネイルにぴったりなジェルを見つけたので皆さんに紹介したいと思います。しかも安くて大量に入ってて、とにかく泡がめちゃめちゃ立ちやすいんですよ。今回はガチの道具なんかも使ったりしてるんで、よかったら最後まで見ていてくださいね。この泡見てください。昨日のバーにかき混ぜて作った泡が形状記憶のままそのままです。今回はね、新しいやつ使いますよ。チップフォームの上に適量乗せます。これは100均の注入器で気泡を作っていきますよ。上から押さえるので小さめの気泡を3つぐらいでいいと思います。以前コミュニティに出したこのネイルをやっていきます。これ転写フィルム、転写フィルム使いますよそーっと乗せて、さらに上から自分のサイズと同じチップを乗せてカーブを作ります。そして硬化したら簡単に取れるしね、もうねぴったりフィットするんですよ。これはね、ちょっとほんまに傑作でしたわ。ちょっとサイズはね、大きかったですけど、まあまあ、後で削って整えたらなんとかなりますんでね。で、段差を埋めて硬化して削って出来上がりです。大変うまくできました。どうですか？めちゃめちゃ綺麗でしょ。さて、もう一つのやり方です。なんとチップの表面にオイルを塗ってます。スーフネイルなんでもありやしねつきすぎたオイルはこうやってティッシュで塗ってください。さっきの転写フィルムの代わりになるんですね、このオイルが。これの方がね、完璧に近いね、気泡ネイルがねできるので、ぜひおすすめです。というか、ジェルチップを愛用している私のために考えた気泡ネイルのやり方みたいなもんかなちょっと外れにくいんですけどね。見てください、このぴったりフィットしてますよ。この方法だと簡単だし、段差もほとんど埋めることもなく綺麗に仕上がりますよ。はい、出来上がりがこちらです。横から見てもそんなに膨らんでないし、デコボコしてませんよね。うにょうにょミラーを囲ってみましたよ。めっちゃ綺麗、めっちゃ可愛い。前回紹介したチップフォームの上で気泡を作って爪の上に乗せるこのやり方ですけども、これはやめといた方がいい。難しいしね、ジェルが横に流れやすいし。自分で紹介しといてごめんなさいね。断然さっきのやり方の方が簡単で安全です。さて、針で刺すタイプのやつをやっていきたいと思います。これも難しいんですよね。これはセリアのアイシングジェルではできないんですよ。できないというか向かない。周りを2ミリぐらい開けてジェルをふんわり乗せます。ちょっととんの忘れててね。これがライトやったとして、ライトやけどねさっさっさーっと3回ぐらい入れます。わかりましたでは空気を入れていきますよ。ちょっとね、ぷよぷよした感じ、表面がちょっと固まってます。薄っ3箇所ぐらい。これほんま失敗なんですよ。実はこれが成功して注入するところをね、取るの忘れてたんですよ。横から見ても綺麗でしょ。セリアのアイシングジェルを2コンテナ使って唯一成功した一つです、これ。せっかく取ってたんでね、もったいないしね。まあ、誰もここまで見てんやろうけど、くそ長くてほんまに誰もくそ長いよ、ここまで見んでしょ。見てくれてありがとう。